小舟釣りに行ってきました。通称柿の種。小さい船を狙って釣る文化があるんですよね。専用の竿も竹だったりカーボンだったり。道具にこだわって釣り味を楽しむ人もいれば、甘露煮にして食べることを前提に楽しむ人もいます。これがグルテン、これがグルテンです。これがね、残ってるのが。柿の種は水面から上がるとコロコロと回転するようなコミカルな動きをするのが特徴で、釣れるとほんわかした気持ちにもなったりします。餌は赤虫だったり練り餌だったり。冬になると水路の水が減るので居所がはっきりしてきます。小舟たちは水のあるところに固まるわけです。特に土管の周りは超狙い目ポイント。地域によっては釣り場が非常に少ない、ある意味希少な釣りとも言えます。特に東京から行ける範囲の関東エリアはどこでもわんさかいるというわけではなく、釣れる場所が限られてくるんですよね。だから場所の公開もシビアな釣りと考えます。トリコといって魚を違法な方法で乱獲する人たちがいます。狙いはタナゴなのですが、小舟もごっそり入ってしまいます。美しいタナゴはお店で買い取ってくれるところもあり、また飼育して鑑賞するのも人気があることから、細での乱獲は止まりません。小舟マブナだけ地面に捨ててある光景を目撃したこともあります。釣り人と対立することが多いトリコ問題、ネガティブな話題にはなってしまいましたが、小舟釣りに行った時の動画、まったりご覧いただければ幸いです。もしよければ最後までご覧ください。よろしくお願いします。今日やる釣りは、最初はタナゴ釣りに行くはずだったから、池洗いに行くはずだったからね。聞こえてる？聞こえてる？はい、聞こえてます。タナゴっていうのは中層にいる魚で、茎に当たりがこうピーピーって出るんだけど、はい、あロープ出てる、あれ危ねえな。でまあ天気が悪いので急遽マブナ釣りに行くんだけど、はい、マブナは基本的にそこにいる魚だから、餌がそこを切っちゃうとダメなんですよ。で当たり的にはその餌をイグイするから、イグイっていうのは要するに加えてその場所から動かないことをイグイっていうんだけど、だから浮きに出るあたりもピッピッとかツンツンとかっていうあたりじゃなくて、どっちかっていうとこうもそっと横に動いたり、まあ下に沈むこともあるんだけど、上に浮きが下り浮きだから浮きがこうもうそーっと上がってきたりするような当たりが多いんだよね。逆に言うとそういう当たりが出るような仕掛けを使った方がよりそういう当たりが出やすくなるんだよね。でまあチーター知らないだろうけど、親浮きっていう頭に一番上に大きい浮きがついてて、下に下り浮きっていうのがついてるんだけど、それはタナゴもマブナも一緒なんだけども、一般的な仕掛けで言うとそのタナゴ釣りの場合はその下り浮きに浮力がないんだよね、浮かないわけ、うんはい、でマブナの場合はその下り浮きがニワトリの羽だとかそういうのでできてて、浮力があるの。浮力があるっていうことは食い上げのあたりがこう出やすくなってる、そういう仕掛けなんだよね。で水槽で金魚を飼ってると地底が壊ってるさ、そこが壊ってね、魚がこう泳いできて餌を食うと頭をこう下げるじゃん。で餌を食い終わると当たり前だけどこういうふうになるの、はい、でこの分でが食い上げで浮きに当たりが出るような仕
仕掛けを最近考えて、この話はいい話、有料級と、そのなんていうかな、そのあの浮きの動きを楽しむというか、だからそのなんていうの、魚がいるのがマグナだけじゃなくて、その同じところにタナゴだとかクチボソだとかモロコだとかタナゴ、フナだとかコイだとか、モエビだとかいろんなのがいる。でその当たりである程度見分けができる。まあ全部が百発百中じゃないよ、もちろん。ね、その餌が練り餌だから、その、うん、1回あげると餌が切れちゃうから付け直しになるわけよね。ね、そのフナじゃないなと思ったあたりはちょっと見送って、次のフナっぽいあたりまで待つだとか、ここはちょっとあのフナじゃないあたり口細みたいなのが多いから、ちょっとグルテンを練って針から取れにくくしているだとか、そういうあの小技がどんどん出てくる。で魚が少ない時にはそのグルテンをあの練らないで、あのなんていうかな、ガサガサっていうか ボソボソっていうか、そういうふうにつけてやると、あの沈んでいく時にグルテンの餌がこうばらけるんだよね。とそれで魚寄せられるから、ちょっと大きめにつけるとか、そんなことを考えながら。で魚がいっぱいいる時には針から餌が取れちゃうから、ちょっと餌をこう揉んでやるとそのばらけなくなる、餌持ちが良くなる。で口細みたいなのがつっついても針から餌が取れないようにしてる。で口細っていうのはどっちかというと口がとんがってて、まあそこにもいるんだけど、タナゴに近いようなあたりを出すので、要するに餌を加えてピピって引っ張るわけで、で餌が取れやすくなっちゃう。だからちょっと餌を揉んでやると餌が取れにくくなるから、釣れるとかね、常にそうやってなんかこう座っていながらも頭の中でもなんかそんなことを考えながらやってるのよ。ザリガニだとか、モエビが来ると、あいつら足がいっぱいあるんじゃない、ああ足というか手というか、あれでね餌をこう抱きかかえちゃうからね、うん、他の魚が餌食えなくなっちゃう。あ、まあ、そういう時はそのザリガニ君たちがちょっと手が届かないところ、そこからもともとそこで釣る釣りなんだけど、ザリガニがこうやってやっても手が届かないところまでちょっと5センチぐらい上げてやると、またフナが釣れたりとか、そういうこともある。サメみたいに、本当に床にいる感じではないんですね。基本的には下にいるんだけど、特にあの暖かい時期はね、あのそこ近くの中層にいることがあるんだけど、で小さい魚とか小さいフナとかはね、でももうこの時期になっちゃうと、まあ下の方だよね、まあ、ほとんどそこだよね。でフナにはね、マブナとヘラブナと2種類あるんだよね。でヘラブナっていうのはどっちかっていうと中層で釣れるんだけど、まあ、もちろんそこでも釣れるんだけど、まあ食性も違うので、まあまあマブナが基本的にそこ釣りなんだよね。でそんなことを思いながら釣ると、で口細だとかタナゴがピーピーって餌を引っ張るから、当然浮きがそういう動きになるんですよ。でマブナはイグイするから、なんかじわーみたいな感じになる。そういうのを考えながら、ちょっとこう一工夫二工夫すると、ちょっと余計に釣れると思うか。まだ喋れってか。ハゼなんかの場合は仕掛けが簡単なんだけど、マグナの場合はそういう浮き釣りなので、その結構ねこうみんな個人個人仕掛けが違う、まあ、基本的な仕掛けはあるんだけど、浮きをこういう風にしてみよう、ああいう風にしてみようとか、いろいろ
あって、それもさっき言ったサクパーのハゼ釣り仕掛けと一緒で、その仕掛けをこういう風にしたらなんでこういう風にするんだってみたいな脳書きがねえと仕掛けを変えても釣れない。こういう動きだからこうしたいだとか、水深が浅いからこうするんだとか、なんかそんなことがないとダメだよね。水買います。水と、ね、うん、水とカップラーメンと、あ、今日雨いいか、ちょっと餌やらけえな。針が隠れるぐらいつけていいんですね、うん、これちょっとでかい。今のは口細だから、これもジャンジャガジャンだね、口細がね、ジャンジャガジャン、うん、ジャンジャガジャン。当たりでわかるんですね。説明したようにピョコピョコって引くのは口細 でちょっとこうやって何発かこうやってると船に変わるっていうか、中から出てくるんだよ、うん、これが口細。これはね、口細じゃなくてね、なんだ、タモロコっていうやつで、また口細とは違うんだけど、まあ、そんな感じでやってると、うん、船が来ます、ね、船が寄ってくる。雨だから竹竿を出すのやめた。いいよいいよ、はい、道糸を見ながらそーっと落としていかないと、ゴミに道糸が乗っかっちゃったりするから、はい、なんか邪味が多くてなんか釣れなそうな雰囲気ですけど、そっから相当もうちょっと早く、もうちょっと早く、そうそう、横にこう道糸が行かないようにして、はい、あ、来た、あ、逃げた、取れちゃった。それ今すれ針だから、うん、緩めると外れちゃうんだけど、まあゴミに引っかかんなきゃ大丈夫なんだけどね、うん、釣れるやつはそんな手応えじゃないからね、もっとビンビン引っ張る、うん、ちょっと餌ちょうだい。よいしょ。おはやめ沈む。おはやめ。沈むここ。寝てんじゃないですか。ジャガジャガジャ。ジャガジャガ。
ちゃう。餌ちょっとちょうだい。本当に悪いんだから。よっ。あざす。お。きつい。ほら、女の子真剣じゃん、もう。クスとも笑わない。先生誰だと思ってんだよ。釣れないのは場所のせい、この場合。であと10回入れて当たんなきゃ場所移動だよな。餌が。あ、フナいるじゃん、ほら当たってるよ。フナな、フナだよ。何この雨、普通に降ってきてるんだ、濃くなってきた。それも全部当たり。あ、でもダメ、ジャミっぽいな。あ、これチョインって、うん、いや、あの、もぞ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 してる。えぐいするから、同じとこにずっといるから。あ、じゃあもう当たってるってこと。うん、こんだけ釣れねえの初めてだな。いや、私の腕です。いや、魚のご機嫌の問題ですね。あ、フナいる、フナいる、いるよ。よし、俺一番に釣っちゃおう。いや、私、そっちの方がポイントとしてはいいからね。あ、来たよ。取れたし。木な、それ。今のも口ごとだし。
先釣っちゃうね。貫通したし。あ、エビ。まだエビいるんだ。これ俺萌エビかと思ったら川エビ、なんか大和なんとかエビって言うんだって。大和沼エビ。あ、そうかな。すごいじゃん、サクパ先生。なんでも聞いてくださいよ。カラスはなんて言ってますか。早く釣れよって。いるいる、船いるって。これ針が棚ごわりだからさ、バレちゃう。船で今のも、船は全部バレちゃう。これ袖張りにした方がいいかもしれん。余裕がないね。こっちはちょこちょこ当たってますね。当たる。向こうはね、ずっといろいろやったけどね、魚がいない。こっちは当たるね。あ、そう、こっちの方がいいのかな、うん、ただちょっとまだ船出てないけど、ちょっと口ボソみたいにも当たる。口ボソは何匹も出てます、ね、あ、そう、うん、あ、じゃあ口ボソ釣ろう。うん、ボソは釣れる、ね、ちょっとなんか釣った方がいいもんね。針が大きい、何した方がいいんだ。お、来たんじゃない。やっと、あー、やっと、ありがとうございます。外れ。口ボソじゃん。残念でした。しかもなんか変なとこかかってるし、うん、釣れだね。口じゃなかったね。かわいい。絡まったし。こっちのが深いね。向こうのが浅い。浅いですよね。見えるもんね。全然向こうが浅い。あの、机上の方でもやってみたんだけど、ああ全く、ああ、うんともすんともっていうか、魚影が見当たらない。ああ。魚がいるんだな、寒くなると。少しでも、あったかい方に来ようとするんだな。そうっすね。エビ。さっきからエビ。エビばっかり。エビばっかり。エビバディバディ。いいじゃない。ゴム口できて。今んとこ3つ。でしょ。モロコ、口細、エビ。ツナとタナゴで完璧。タナゴがどれかに出てないだろ。タナゴ出したいっすね。ちょっと、ちょっと、来たよ、来たよ、こっち。あんなに開けてんの。ほんとに。戻ってきた。そうで、だから、座れてるってことですよ。あ、そうか、こう、うん。向こうに流れてるわけですよ。そうなんだね。うん。すごいね。結構流れてますね。流れてるね。うん。よし、入れちゃう。何、その場所に。あ、来た。何で人の場所に何で人の場所にいるんだよ。相手かましてんだよ。開いてたから入れた。開いてた、開いてた、開いてた、ね、この穴は開いてた。そうだよね。名前書いてなかったし。名前菊池。なんだこの菊さんの穴、当たんねえじゃん。文句言われ。入れといて文句言った。ひどい。誰だ。当たんねえじゃん。ひどいやつだよ。ひどい。今のひどかった。ビデオ全部カット今と。人の入れといてケチつけてるけど、ね、そう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 。あー来たよ。お、大きいじゃん。いや違うか。そう。いやもうこれでも嬉しいんですよ私。モロコ、モロコ。おー来た。モロコ。これ何ですか。これモロコだね。モロコちゃん。タモロコ。タモロコ。タモロコだね。どっかいい場所ねえかな。ね、本当だよ、場所だよね。あの、下が集まりそうな場所、うん、たまにあるからね。はい、あ、そう。
あ、朝だった。エビが多いな。エビ？うん。あ、そう。エビがツンツンやりにくいますね。そっち行くと浅くなっちゃうでしょ。うん、生駒さん、そこのそこにある変なカメラすっ飛ばしてそこ座ってやった方がいいですよ。いろんなとこ試したいから、そういう釣れないところで釣るのが好きなんだ。これあれじゃない、もしかしてこれこれ、あ、キラーね。キラーじゃん。おおおおお、入ってる、うん、それ多分放置してんじゃないですか。もうね、だいぶ前から前来た時もあったよそれ。入ってる。何入ってる、うん、これ釣ってやろうかな。タナゴ、いいやな。タナゴ入ってる。タナゴ入ってない。フナとね、シバサ。魚入ってるってことは仕掛けてってんだね。うん、おこれじゃねえんだよ、釣れねえじゃんこれ、うん、フナいるよ。でもこれ一応船はいるんだね。いるいる。だって外れ重いもん。ドーンって。あとなんだこれ。オタマジャクシがいるよ。ああ。ええー。こんな時期に。嘘。なんでオタマジャクシがいるの？お、それは船。あ、違うのか。これは？オタマジャクシいるよ。びっくりした。それはすごい。うん。なんで？うん。カエル。聞いたよ。カエルになれなかった？うん。不思議だ。だってもうおたまじゃくしなんて夏でしょよ。夏なんか勘違いしたんじゃないこいつ。エビしか釣れない。困ったもんだね、こういうことやられると。うん、うん、結構入ってます。いや、そんなに入ってないけどね。穴開いてるもんね。うん、穴開いてるし、だから本当は出られるんだけど、こいつらは多分居心地がいいんじゃないの。そこだ、家族なのかもしれないし。はあ、魚をごっそり取られちゃったかな。釣れるぞ。え、あ、え、今入れたから。あれ、こんだけいつもより水多いから釣れなきゃおかしいんだけどな。暖かくならないと出てこないのかね。いや、そんなことはないですよ、ね。ない、うん、俺ここだけで相当釣ってますよ。あ、そう、うん、定番のとこなんだっけ、うん、ここでタナゴ上がったことある？あの、もう一個向こうはね、あの、田んぼやってるときは仲間があのタナゴ釣ってました。あ、なるほどね、その時期ね、うん、あ、なるほどね。やっぱりじゃ居場所じゃなくて通り道なんだね。うん、でこの時期もね、サックバート来たらね、うん、タナゴいっぱい見えたんですよ。そこにね、びっちりいるんだけど。あ、そう。いたんだけど、うん、無反応。何百っていたんだけど、うん、なんか餌食うような状態じゃないみたいな。全然動いてないんですよ、いるだけで。ああ、なるほどね、うん、タナゴはそういうとこあるからね、いても食わない、うん、まあ、だから面白いんだけどさ、あいつらそれをいかにするかっていうことを考えるから。菊さん、針ある？なんだんだよ。変えて。変えてじゃねえよ。何その針を、針を変えて。女子かよ。変えて。女子かよ。突っ込まれてどうすんだよ。針。おじさん突っ込まれてますよ。これやべえ、全部ビデオ残ってる。菊さん、針変えて。だからもうサックパート来たくないんだよ。消化が10分の1ぐらいになっちゃうんだ、余計なことばっかやってるから。キさん、余計な水の中カメラは入れるわさ、本当にさ。お、なんか面白い竿を使ってんじゃん。竿数だ、日当。あれ、イクボさん、日当って、うん、なんか知ってるのいるんですか、知ってる方。知ってる方って日当、はい、日当ってあれだもん、針外せよ、いいじゃない。竿数だから、竿の中知ってるじゃん。はい、
日東さん結構いろいろ作ってるみたいよ、安いの。そう、日東さんで作れば。そう、ちょっと行ってみようかなと思って。日東さんの方がいいんじゃないの。そう、だから日東にちょっと行ってみようかな。うん、さわなかに聞いてさ、はい、日東行けば。わかりました。まあ日東払えばやってるんだよ。ほら、今時の子は薬ともしないですよ。そうや、うちの娘で慣れてるから。全然わかんない。慣れてるから、うん、大して年変わんねえだろうから。なんだよ、佐久間、俺を釣ろうとしてない今。してないですよ。あんた、ビデオに残そうとしてんの。そう。よっ。ジジ、こういうふざけた野郎と俺はもう釣りに行きたくねえな。ジジが釣れたっていう話。ジジが釣れた。よっ。外来種じゃないよ。なんでチーターの面倒見てサクパーの面倒見て。大変だ。だいたいもう年からすると面倒 見られるもん。それ逆じゃおかしいだろうよ。おむつ、おむつ大丈夫？おむつ買える？おむつ買える？ありがとうございます。これで針が大きくなった分重りバランスが変わったな。うん、そうだね、うん、ちょうどよくなった。これで餌もちょっと大きめにつけてやれば。そうだね、クラの場合はデカめのがいいでしょ。はい、し絞っていくんじゃないかな。うわー、全然入っていかない。少しコマーション巻かなきゃ出てこないのかね。餌はバンバン巻かないと。あ、白馬くん移動だよ、これ。これ移動か、うん、いるんだろうけどね。こんな釣れねえことね。あの土管の中には、うん、出てこないんだよ、きっと。ああ、キラに入ってたんだから。確かに、確かに、ね、そうだね。すげえ船っぽい当たりしてるんだ。うん、船っぽいの当たりはあるんだ。あんの。あるある。多分これエビだよ。うん、そうだろうね。そう、俺もエビは今釣ったから、うん、みんなエビ釣ってるね、うん、俺シーを釣りたいんだよ。俺だけだついてきて。そうでしょ、うん、あの上級者すぎるから。今の難易度結構高いっす。高いよ。一瞬考えちゃった。イクボさん、増田さんの仕掛け来たじゃないですか。増田さんの仕掛け。うん、増田さんのね。あれってすぐ売れちゃうの。いや、そんなことないよ。あ、そう、うん、あれ2000円同じ。いくらだっけ。ね、何でも2000円なの。関係ないのね。めんどくさいじゃん。値段覚えるのが俺が、うん、算数しやすいしね。うん、そう、もう簡単なんだよ。今 10% だから2200円ってなるだけど。やじゃん、そんなの計算するの。この間ね、梅沢さんとね、市原屋行ったんですよ。で、仕掛けとか見せてもらって、まあ、増田さんもいたんだけど、うん、で、あの中同士のやつどうやって作るのみたいな話してて、うん、なんかまた道具揃えんのめんどくせえなと思ってさ、うん、買っちゃった方が早いなと思って。そりゃそうだ。あの電線の電線抜いてとかなんか言ってっからさ、めんどくせえなと思ってさ。細いパイプがあるんですよ。うん、だからそういうのをまた探さなきゃいけないしね。うん、で最初に止めるやつが縫い針を削ってとかって言ってっからさ。ああ、まあそうだね、うん、硬いやつじゃないと芯棒入らないから、うん、まあ、あんな細いのないもんね、うん、ないないね。それを入れて回してから、だからそんな細くなくてもいいんだよ実は、うん、0.2 ぐらいで。でも普通の市販の売ってる縫い針じゃダメなんでしょ。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫なの。これとあと細いねパイプがあるんですよ、うん、あの茶色のなんとかってやつ、秋葉原で売ってるのかな。それか梅沢さんにごますって俺の仕掛け作ってもらうとかね。そうね。まあそれが一番得策。作るのは簡単なんだけどね。うん、物揃えんのかね。俺は大体みんな買ってきてもらおうかな、うん、誰かに言って。自分で行ったことないかな、あんまり。
で今さ、ハゼ釣りやって、マゴチ釣り行って、タナゴ釣りやって、フナ釣りやってってやってるとさ、マゴチも行ってんだ。のハゼ釣ってそれを持って行っちゃうから。ああ、そういうことか。毎日日曜日だからさ、もう仕掛けとか浮きとか作ってる暇がないのよ。暇がない、それじゃ。この間5連ちゃんでさすがに疲れてさ。当たり前だよ、そんな5連ちゃんしかも船だからさ、うん、あのゆっくり行くとかそういうことができないでしょ。そうだよね、うん、朝早いしさ、で船はやっぱり疲れるでしょ。まあね、タナゴ釣りから比べればね、うん、だってさ、ずっと揺れてんでしょ、うん、俺はダメだけど船は。でマゴチなんか船の端っこに座らないと釣れないからさ。ああ、そういうことか。だからとんでもない時間に2時半に起きていくわけだよ。それ起きてるって俺がいつも寝てる時間じゃん。なあそれハゼ釣り行って餌取ってレンチャンだから結構ハードなんです。そうか、そのまま行くからか。まあ、あの寝るんですけど。まあそう、寝るけどさ、レンチャンな、レンチャンだからさ、うん、そりゃ疲れるわな。それ5レンチャンやったらもういいかげん疲れてさ。そりゃそうだわ。でサクパーと行かねえとかつって行かなかった。俺が行かなかったもんだから思いっきり雨降っちゃってな。え、なるほどざまみろってこれいね、出てこない。エビばっかりだね、うん、エビのあたりはある、いっぱい。エビはだいぶ増えてきたな、餌の打ってるからどんどん出てきた。魚がいない。もうね、5、6発目で当たんなきゃダメなのこれ。ああ、そういうことか。うん、タナゴはほら1時間待って釣れるってことよくあるけどさ、うん、船はそういうわけじゃないんだね。だってもうここの中にいるの分かってんだからさ、うんうんうん、それが出てこなきゃ釣れないですよ。餌分まくか、出てこい。あと向こうからバチャバチャやって追いやるとかきまして、そしてこっちに逃げてくる。でこれね、いつもより条件いいんですよ、水が多くて。ああ、そうかそうか、うん、で最高の条件なんだけど釣れないっていうことは。船ってのはあの濁ってる方がいいの、透き取ってる方がいいの。濁ってる方がいいんじゃないですか。あ、やっぱりそう、やっぱりそうなのか、うん、同じか。少しかき回しますか。タナゴよくやるんだけどね。ああ、そうですね、うん、かき回すんですよ、濁らせる、うん、そうすると釣れるんですよ。当たりが全部エビだ。ほら、ほら、すげえエビだ。なんかね、モコモコやってる。これみんなエビだよ、これ、うん、みんなエビだよね。なんか魚がいる気配がないんだよな。普通気配あるんだけどな。いい時はここだけでね、5、60個簡単に釣れるんだろうね。ああ、いればそうかもしれないね、うん、船はね。固まってるから。うん、昔よく遠征行った時にさ、タナゴが いるっていうとこ行くと船しかいない時あるんだよね。うん、なんかやけくそで船ずっと釣ってるんだけどさ。そしたらそこは船のなんかメッカらしくてさ。都内から夫婦も船来てたもん。どこから来たんですかって言ったら、都内だって言ってた。敵も釣れないのよ、尺だね。誰かしら釣ってよ。ボーチって、エビっぽいっすね。みんなエビだよ、当たりは、うん、エビ当たりばっかり。ほら、これもエビ。エビだ、横移動、うん、ほら釣った。
ヘビだね。移動。移動だね。ヘビしかいない。お前よ、船呼んでこいよ。ヘビだ。返してあげるから。ちょっと呼んでこいお前。俺が呼んでるって言っとけ。よし。何だ。なんでバレんの？下手くそなんだよ。おかしいな。まさか切れてないよね。切れてる。切れてる？なんですか、アキさん。なんでそんな演出いらないんですよ。マジで？切れる？なんで切れてる？どっから切れてんの？結び目。あ？針の？違う、父輪の。父輪？父輪？どこに父輪があるの？ああ、え、それすれ針？うん。ってことはこれも切れるってことじゃん。いや、針数が違う。あ、そう。歯生えてんじゃないですか？新たな。切れるっつうのはおかしいね。切れた方がないのかな。よっぽどだな、それ。これもついてないんだね。古くなって、ハリスが古くなってダメなのかな。はい。針一回り小さいよ。はい。みんな三人とも同じ針。難しいよ。よし。久保さんどこにいるの？裏。裏の浮力が勝っている。にしかいねえど、これ。おお、乗ってんじゃん。おめでとう。イエーイ。